郡上市は岐阜県中濃地域に位置する市。郡上八幡の町並みや群青踊り、白山信仰の地として知られている。郡上市中心部、八幡の町並み岐阜県のほぼ中央に位置し、飛騨高地の南にある山岳丘陵地帯である。平成の大合併前の郡上郡7町村全域を市域としているため、面積は1000平方キロメートル以上と広大であり、岐阜県では隣接する高山市に次いで面積が広い。北に行くほど標高が高く、最高峰は標高1810メートルの銚子ヶ峰である。長良川の源流は大日ヶ岳であり、市域のほとんどは長良川の流域である。東端は飛騨川の支流、北端は九頭竜川の支流の流域に属する。人口の多くは、旧郡上郡の政治、経済の中心である八幡町と福井県への玄関口であり、交通の要所である白鳥町に集中する。気候は地域によって、日本海側気候、中央高地式気候、太平洋側気候に分かれており、全域で内陸性気候を併せ持つ。また、旧南村、旧和良村以外は豪雪地帯であり、天気予報では岐阜県飛騨地方を参照することとなる。地域としては美濃地方の中濃地区に属し、地元では北濃や奥美濃とも呼ばれている。野伏ヶ岳から望む郡上市最高峰の銚子ヶ峰周辺の山々郡上八幡地区周辺の空中写真。1977年撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。近年には第一次産業及び第二次産業の従事者数が急速に減少しており、第三次産業従事者は増加傾向にある。第三次産業の中では観光関連産業の比率が高い。夏季の郡上踊りの期間中には延べ30万人超の観光客が訪れる。また、高須、白鳥、名峰、大和地域にスキー場があり、冬季レジャー施設も充実している。山岳地帯の寒冷な気候で、雪質が良好であり、関西や名古屋都市圏から近いこと、東海北陸自動車道が開通して、アクセスが向上したことなどもあって、冬季は多くのスキー客で賑わう。八幡信用金庫本店のある、金融機関支店のある、金融機関 ATM のみ、摂津金融機関市内に、大和工業団地、勝光東工業団地を有する。糸代地区はかつて、福井県大野郡糸代村であり、白鳥町と越境合併する前に、北陸電力によって電化された。このため、現在、糸代地区は、北陸電力の子会社である、北陸電力送配電の供給区域となっている。郡上警察署郡上市図書館白鳥本館。岐阜県立郡上高等学校郡上八幡駅市の中心となる駅、郡上八幡駅長良川鉄道の運行本数が少なく各駅停車である上、岐阜市や名古屋市からは遠回りなので遠距離連絡は高速バスが主体となっている。郡上八幡インターチェンジ道の駅、白尾ふれあいパーク一般に郡上八幡として知られている地区。郡上八幡城郡上八幡旧庁舎記念館郡上八幡博覧館阿弥陀が滝糸代の大杉。ありがとうございます。